ましょうか。まあ、今年は礎となる年なんで、とりあえずあと一人先発を選手を取るとある程度投手陣が完成してくるんで、来年野手を取って、来年4億のパワー A、 ミート S ぐらいの野手を取って来年優勝すると、まあ、そのためにやっぱ今年はできれば上位にいたい。勝てば勝つほど金が入ってくるんで、まあ、上位にいるためには今中継ぎが結構人いるから先発の負担減らそうか。で、中継ぎに負担かけるわ。全員勝利投手でいいです。で、あとは中継ぎに頑張ってもらって。ギルバート調子良くないか。もう調子良くない選手はガンガン変えていくんで。セカンドが弱いよな、うち。今年優勝いける？ワンチャンあるっちゃある、まだ。あといい先発が取りたい。今回 C ランク2人取れ、2人取ってもいいけど、できれば B ランク1人取ろうかなと思ってます。先発はアメリカ、カナダ、アメリカ、メキシコ、ドミニカ、アメリカ、プエルトリコ、コロンビア。これちょっと粘るわ。一応5000万でしょ。悪くない、このピッチャーは。ジャーマン今取ってもいいけど、ちょっと粘っていい人1人取るわ。おそらく中継ぎに今負担かけてるから、シーズン終盤絶対ボロが来るわけよ。中継ぎ死んじゃうんで、そこをうまいこと入れ替わりながらやっていかないと。アスキスがノリノリ。まだ序盤なんで休みもあるし、なんとかなると思う。ハインドで抑えてるやつをリード陣にして、先発はもう5イニングでいい。で、打線で打ってなかったら変えていくよと。この辺下位打線が打ってません。じゃあセカンドバレット、ファーストフレッシュフィッシャー、ベントレーがちょっと打ってないよな。あ、いっか、ちょっと2番でちょっと様子見で。フォックスがノリノリ。あ、3番ね。ちょっとそろそろ外国人取るかも。コロンビア、ベネズエラ、メキシコ、カリー、オーストラリア、ドミニカ。あー、やっぱ7月末、ちょっと一回じゃあ7月末まで飛ばします。で、外国人誰取るか決めるわ。結局ドミニカは2人しか来ませんでした。まあ、ジャーマンとガネル。まあ、これはジャーマンでしょ。対左も A だし。で、まあ、ここで先発陣でジャーマンが入りましたと。負け運伸びいいか、148。ナックルピッチャー、まあ、スライダーもいいと。左投げで、左に強いと。まあ、さっき左投げで左に弱いやつもいましたが、今現在4位です。まあ、シーズン終了まで行って、まあ、4位キープしてくれたらいいのかな。来年への、やっぱステップで。で、来年優勝します。最終的に5位でしたね。まあ、3位になることもできず、4位をキープすることもできず5位と。
16.5 か、どうだろう、来年いけるかな。でも1人は、1人入ってくると変わると思うんだよね。63勝79敗でしょ。5.58。ピッチャー陣は良くなった。先発が今年ダメだった。中継ぎは良かったんだ。4.76。いや、噛み合えばね、打線も OPS8 超えのチームが3つあります。超蛇行です。でも、投稿よりは絶対蛇行の方が楽しいよな。規定ゼロです。まあ、野手取るけどね。来年は。ガードナー。年俸420万。早熟衰退期。3割2分5厘30本。で、クロフトが3割2分5厘42本。フォックスも打ってる。ギルバート、ウォルコット。この辺までがまあうちのレギュラークラスか。この下よな、あとは。まあやっぱちょっと、ベントレーはでもショートだしね。ビショップ。ギルバートがファースト。まあセカンドもできるし。サード、外野ができる。ファースト、サードあたりかな。内野か。内野手取るか、外国人。A ランクの。マジで A ランク一人でいい。それ以外の選手は、まあ、いい選手だと取ってもいいけど、わざわざ取らなくてもいいのかな、という感じですね。ちょっと内野手で絞って取るわ。うわ、日本ハムすごい。日本ハムの内野。一塁、二塁、サード、ショート。全部、日本ハム、ベストナイン。だからうちの三遊間はやっぱりフォックス、ベントレーのゴールデンだった。ベストナイン、あ、星も取ってたんだ。星外野サード。あー、エリオットの FA 宣言。まあ、この縛りとしてやっぱり FA した選手を獲得することができないという縛りがあるんで、残念ながらエリオットは取ることができません。もうさようならです、彼とは。クロフト、ギルバート、フランシス、フォックス。フランシスどう？まだまだやれる？ 7 点台だけど。パワー D あります。ジャーマン。5点台。まあ悪くないか。うちで5点台だったらいい方でしょ。超早熟。超早熟マジやめてくれ。せめて早熟にしてくれ。早熟全盛期。まだこの辺は分からん。通水待機。早熟全盛期。できるだけね、金を絞っていかないとマジで金ないんで。早熟衰退。あとは420万またはクビにしていきます。契約更改終わりました。打撃コーチが新たに新外国人選手見極めを覚えました。守備総理コーチはムードもあると。今チームのムード少し悪いんでね。あんだけドミニカンが揃ってるんだがチームのムードが悪いと。あいつらクソ陽キャでしょ。メジャーリーグのパドレスのなんだっけ、パドレスの動画見たけどクソ陽キャじゃん。ずっと踊ってるんです。あれ飛行機とかでもパーティーしてるわけでしょ、ドミニカンのやつらは。上原浩二が言ってた。だからなんか後ろの方に固められるらしい。で、前の方でやつは寝てるみたいな。だからそんな話を聞いたことがあります。だが、そんなチームですが、うちは雰囲気が良くないです。ミートが上手いだな。ミートが上手くてパワーがあるやつを。ムードはちょっと悪いらしい。一応今お金が11億あるんで、まあ、そこを使っていく。機材をまあ減らすっていう手もある。ヨークの選手を取るために。あ、メジャー、あ、モッサンメジャー行くんだ。33歳、ちょっと遅いな。エリオットね、強くね、こいつ。あ、オーストラリアだし、金が足りないし。8億。エリオット420万。420万で B ランクです。336万円もらいました。やったぜ。いや、6億は取れねえな。いや、こいつめっちゃいい。伸びえ
全然いない。ドミニカ。おー、いた。こいつ何億？ 3 億。いや、でも3点台のピッチャーは貴重よ。でもセリーグだもんね。パリーグ蛇行だからな。あ、こいつも1億1000か。ちょっと金使っちゃうけど、まあ若いからいいでしょう、この2人は。8億7000万。さてどうしましょうか。まあ、この上のもう外国人はいない、いらんでしょう。8億残して4億の選手が2人の取れるようにしようか。ってなると機材を買うお金がないと。まあ、しょうがない。今年はもう機材じゃなくて選手にかける。いや、もうやっぱ4億よ。やっぱ4億の野手外国人を取るのが一番優勝への近道よ。プエルトリコ、アメリカ、プエルトリコ、コンリー、とりあえず1人来ました、A ランク。あー、2人目来ました、A ランク。BBC。BBBBC はちょっと微妙じゃない？ A ランクで取るんだったら。タリスは1回外そう。コンリー取るか。ショート外野だし。コンリは取るわ、ちょっと。パワーが足りないかもしれないけど、とりあえずコンリ1人取って、その後もう1人。で、コンリは外野のサポジもあるから、外野もやらして、で、もう1回内野もう1人取ると。ガーソン、キーズ、バーカー、エイプルトン。お、なんかまた。さて、A ランク来るんでしょうか。もう A ランクが1人入るだけで、マジで。打線の厚みがえぐい。オランダ、ベネズエラ、メキシコ、アメリカ、プエルトリコ。コンリが入って、で、ピッチャー陣。グーセンス、抑えグーセンスらしい。まあいいでしょう。誰がやってもピッチャー陣はどうせ変わらないんで。コンリーショートで使うか。で、ベントレーをセカンドで使います。で、ギルバートをファーストで使います。で、サードにフォックスか。バーナビーを外野手で使うのか。それかビショップ使って、まあ、こうしてもいいと。最初ビショップでいこうかな。8番に置いて、で、9番誰行く？コンリ1番、2番ウォルコット。1番ウォルコット、2番コンリ、3番ギルバート、4番ガートナー、5番にクロフト、6番フォックス、7番ベントレー、ビショップルイス。でセンターウォルコット、ライトクロフト、レフトフォックスで。ガードナーは DH で。疲労がちょっとあれなんで。でルイスもちょっと休ませたいんだよな。ってなると、対右をパーナビーで、対左ルイスにするか。ギルバートがちょっとタイダに弱いと。タイダに強いホーカーがいます。ファースト誰がやる？ウォルコットファーストやって、そうなると外野がいないんだよな。ここガードナーでいくか。ガードナーセンター、守備はうまいけど足は遅いよ。まあこのメンツでいきましょうか。まああと1人、ここでどっかに C ランクの外国人が入ってくると、ファースト、または、まあどこだろう。まあショート、セカンドはあれとして、ファースト、サードか。ファーストも一応埋まってるっちゃ埋まってるんだよね。ファーストがいないか。サードは埋まってるけども、ファーストがいねえや。
レギュラーのファーストがいないので、できたらファーストが来てほしいと。ってなると、じゃあもうファーストで行ってもいいかもしれないね。一塁手で。オーストラリア、コロンビア、カナダ、プエルトリコ、メキシコ、メキシコ、アメリカ。一塁手指定なし、ミートがうまい。一塁なんて基本パワーあるから、ミートがうまかったらパワーもあるでしょ。理論でいきやーす。優勝しやーす。